さあそれじゃあ夢を見る島の続きやっていきましょう。さあというわけでちょっとコッコさん、はい、さあ前回はこのコッコさんを復活させて、そしてこのタルタル山脈のこの辺りかなを探索することができましたが、さあそして鍵を手に入れて今回こっちの方にと向かうという話なんですが、結構行ける場所がまだあるっぽいからよくチェックしていきましょう。よし、お、ジャンプ、お、来た、おっと、びっくりした、やろう、お、お、なんだって普通に、あー岩がめっちゃ高いなここ。うん、さあこの辺りは特に何もないって感じかな。お、下の方には洞窟があって、あれ、あ、そこに鍵、なるほど、うん、行ける場所はなさそうだけど、あ、あそこは行ったことがあったね、うん、あの袋もチェック済みだから、じゃあいいでしょう。ここに穴もないから多分大丈夫かな、うん、ここは秘密の貝殻を手に入れただけということになるかな。よし、じゃあ戻りましょう。おっと、あれ、どこ、あ、なんだ気づかなかった、ここに貝殻あるわ。うん、やっぱり水中は結構見づらいから潜れそうなところは気をつけるべきだったかな、うん、よし、まあ回収できたからいいでしょう。さあタルタル山脈の東側へと来て、お、ビーム強えな、おい、なんかビームってあんまり強くないイメージがあるけど、この世界じゃ結構いけてますね。よし、じゃあ入りましょう。お、よし、ダッシュ、おーっと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 、オッケー、途中何もなかったよね。さあそして掘る、とりあえず何かありそうなところは掘るしかない。ん、なんかもやってるところがあるな、あれもワープポイントになるのかな、うん、おっ、おっと、さあ結構なんかいろいろと複雑な洞窟が続くけど、大丈夫そうかな。さあこれは上の方から行くのがやはりベターか。切れ味抜群っていう割には そこまででもないみたいなこれはフックショットで行かないといけないやつかな。あー、そうっぽいな、うん、きっと高さが落ちてしまうからフックショットで行きましょう。よし、お、来た。これは掘る、掘る、お、やった、フックショット、あ、フックショットじゃないや、あのスコップ買い戻してよかったですよね。よし、これ、まあ、待って、そこじゃない、ここ、右上も気になるけど、どっちから行こうかな。お、大妖精様、妖精の瓶はたっぷりだからいいかな。うん、はーい、よし、おっと、結構この緑のゼリーくんが多いな。お、あれ、高さが合ってないんだ、へえ、細かい、一応敵はやっつけた方がいいのかな。お、なるほど、投げ物は結構硬い敵に強いですよね。よし、お、ちょっと意味深だけど、うん、何もないかな。お、さあいよいよここまでやってきて、鍵をガチャリと、お、おお、すごいけど誰が作ったんだこの仕掛けみたいな。あ、なるほど、じゃあちょっとこれうん、回り込めばよかったんじゃねみたいな。うん、さあというわけで、うん、この塔入っちゃいましょう。あれ、ニワトリくんは、あ、やっぱり入れないんだ。うん、さあ大足の塔、うん、なるほどな。
コッコさんがついてきてくれれば100人力って感じだけど。おお、よんなんじゃこれ。おい、お、おう、なんか結構難しそうっていうか、でも行かざるを得ないよね。俺はこうかな。おお、なんじゃこいつ、いて、やったけど。おっと、これはブーメランじゃないとやっつけられない。おっと、あ、なるほど、剣で倒せない敵とか、まあブーメランがないと倒せない敵は脳幹なんだ。うん、お、じゃあ使っちゃおう。よし、お、あれはダメかな。あ、うん、さすがにちょっと厳しい感じか。うん、まあしょうがない。お、お、お、なんだあの弾は。お、持てるけど。なるほど、これを運んでいけみたいな、そういうことかな。で、あ、よし。おっとっと、なんじゃーと、まさかの、これはあの気づかないよ俺。え、どういうこと。あ、この柱を崩して塔全体を下げるとか、そういうこと。いやいや、そんなことやったらリンク生き埋めじゃんみたいな。どうなの。わー、例の駒、俺の教養のなさを露呈するやつ。あれ、でも、あ、なるほど、これって白と黒、あ、マス目が白白だからいいのかな。よ、白い方が左前の方に行って、黒い方が右前の方に行くんだね。だからこの場合はこう。ちょ、あ、左だった。自分で言ったのに。オッケー。うん、あの鉄球みたいのを使えば柱が破壊できると。これは本当に偶然分かってよかった。おそらく積んでたね、かなり。マップ、あれ、あ、なるほど、階層が結構あるのか。うん、さあこれは一旦帰ろうにも帰れないな。戻るしかないのかな。あれ、あ、まさかの鉄球持ちながらだと他の階層に行けない。よし、じゃあ左の方に行きましょう。さあ左側は、おっと、切れ味抜群ならない。まあしょうがないか。ほい、よし。あら、いけないだと、意外。スイッチはどこだ。うん、おっとっとっと。任天堂ってさ、あの、なんか昔からこの青と赤でスイッチするっていう、そういう色の発想があったんですね。いや待てよ、ゲームボーイの時代だから赤と青っていうのがないか、そもそも。うん、おっと、あれ、じゃあどこに行けばいいんだこれ。あーとか。確かに針に刺さったらかなりそうなると思うけど、回復し放題。でも、どうやってスイッチするんだ。何かの方法があったか。うん、あれ、鉄球が場所戻らないやって。ここが落とせる、なことないか。フックショットか何かで、あ、待てよ、
あー、空振り当たるよね。これはどういうこと？入れないですよね。入る方法があるのかな。やばい、積んだ。あれ、どこでスイッチを切り替えればいいんだろう。ここ行く方法があるのかな。なんかいっきり行けなくもなさそうな感じがあるんだけどあれ、あ、そういう仕掛けなんだ。なるほど。じゃあ行けるわ。行けるっていうか、これで違うとこに行けるわけだ。お、なるほど。どうしよう。切り替えちゃってもいいのかな。ここそのままにしてこっちに降りてっていうパターンがいいでしょうか。お、赤い服にポホリントの剣にさらにパワーがアップって、もうよくわかんないけどすごいな。お、で、出た。カービィ、あと PV で見たカービィって言っちゃっていいのかこれ。うん、かなり、わあ、吸い寄るわこいつ。あれ、うっそ、吸い込む系の敵にはこれ。いやいや、意外と、うん、スマブラでも爆弾系を吸い込むと割とちょいダメージ受けるやつ。うっそ、ガーン。マジかよ、普通にダメージ受けるのかようん、なんかあからさまに某ピンクの小悪魔が出てきたんだけどうん、これもやっつけるべきか。やっつければ何か出てくる可能性はあるにはあるから。関係ないか、上に行きたいな。うん、なんかカービィ出てくる話はしてたんだけど、結構後半なんですね。お、くちばし。お、これは飛べないかな、ギリギリ。でもフックショット使えばいけるか。いろんなアイテムを駆使していくと。効かない。よし、硬い。つうか、そもそもこのミイラは何なんだよ。大足の塔と関係があるんでしょうか。うん、右の方に行くと戻れると。下の方はスタート地点。これに乗っていけば、お、こっち行けるけど、お、これか。クラブで止めたいかな。あー、ちょっと逃げられた。あ、優しい。下手かくそー、もうスペードで、あー、グタグタあ、ずらせる。さあ戻して、なんかちょっとだけ、あー、待て移り変わるのが早くなってない？気のせいかな。そんなことないか。いてててててて、ようやくできた。さあ中身はコンパス。よし、さあ鍵がありそうなところは、うん、どうなんだろう、行けばわかるか。あれ、でもさっきここなんもないよね。
よし。おっと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 、ほい。あ、これダメだよね。おそらく流れからするに鉄球じゃないと破壊できない。うん。さあ現在の階層は2階、1階がこうで、2階の柱を破壊することによって3階への道が開かれる的な感じでしょうか。うん、これやっちゃってよかったのかな。あ、鉄球持ちながらここに来るためのそういう感じかな。うん、あれか、場所が変わらないっていうのはちょっと意外だけど。と、ああー、これいけなくなっちゃうじゃん。くちばし4本の柱倒れるとき謎解けり。おお、なるほど。ってことは鉄球をまずは、あそこからこの、あ、待って、ね、右上の柱の方に持ってきて下の方に投げ込んでおく必要があるってことか。ここからこっちの方に投げておいてみたいな感じかな。じゃあ、いや、じゃあどうやってあのあれ取るんだ回収の仕方がわからない。これは一旦このダンジョン出た方が分かりやすいかな。ね、解き方が分かってるから。あ、これ動かない。へえ。じゃあ、ちょっと出ましょうか。マンボ。はい。よし、じゃあ外に出ましょう。お、なんだ、すごい。みっちりに待っててくれてる。ちょっと嬉しい。よし。よし、戻ってるっぽいかな。よし、さあここから下の方に投げ込んどいて、ここはいけないようになってるわけだ。うん、あれ、いけそうだぞ。と、うん、でこれをぶん投げる。よし。で、この鉄球をどこに持っていくかというお話。この場合は、マップ。1階でここから、こう来て、で、こう回ってきたわけだ。で、あ、左の方に行けそうかな。どういう形状だったかちょっと覚えてないけど、そうした方がいいかな。うん。1階の方に落ちて、また登る？うん。それで、いっかな？つまり、落っこちれば違う階層に行けると解釈していいんでしょう。うん。青のままの方がいいのかな？赤にした方がいいのか？形状を覚えてないとかなり大変ですよね。うん。あ、持ったまま行けるってことか。どうだろう。あ、っていうか、ここ来るの初めてじゃない？あそこに投げちゃってよかったのかな？わ、これ。わあ、痛い。いで、あ、ジャンプで避けます。お、お、お、なんだって？高き台の上の宝箱、さらなる高さより落ちるべし。ああ、なるほど。外周のところがヒントになってる。右の方の辺で落ちれば、あれが取れるわけだ。うん、なるほど。ここで、青にすれば登れるけど、うん、今度は赤の方に乗るべきなのか。ちょっと悩みどこっつうか。いいのかな。マップ、さらなる高さ。あ、これは4階、あ、違うな、3階のこの辺りから落ちられるみたいな感じでしょうか。うん、結構なんか論理的に考えないと先に進めないやつか。うん、大変だな、頭使うのは苦手正直者か。よし、さあこの宝箱は
お、なんじゃこりゃ。鏡の盾を手に入れた。これでビームを跳ね返せるぞ。おー、ちょっとま、よく見せて。わー、なんかハイディアの盾と比べてめっちゃなんかすごく普通みたいな。かっこよさは全くなくなったけど、うん、実用性重視みたいな感じかな。お、さあこれは鍵がないからどうしようもないけど、これはよっ、まあ普通にやるか。さあ登るべきか、もうちょっと見るべきか。おっ、なるほど。さあそこに行くには回り込まないといけないかな。あれ、でもここに行くにはどうしたらいいんだこれ。ところどこめっちゃひび入ってますけど、そういうことなの。うん、こう来る感じか。嘘、こんなところで、うん、おっと、わあ、掴まれた。これ結構強いですね。どうしよう、ゴリ押し。逃げられない。あー、ちょうど危ねえ。お、まあゴリ押しで良かった感じか、うん、あの掴み攻撃避けるにはどうしたらいいんだろう。ジャンプかな。うん、かなり強敵ですよね。よし、さあ小さな鍵はゲットして、おっとっと、ブーメランでなんとかなったのかもしれない。よし、まあ、ゼルダの伝説って基本的にゴリ押しでなんとかなることが多いから、まあいいっちゃいいんだけど、階下に降りることができるけど、ここは一方通行っぽいな。こっちに行くにはどうしたらいいんだろう。あ、壁にひびが入ってる。で柱がある。でもここを行くべきか。下覗いてみましょう。なるほど、ここからこう来る。うん、意外と普通に繋がってるね。あら、これは。よし。さあ、しっかりと。ブロック。ああ、しっかりとって言ってるのに。よっ。あ、なんだ。うん。いいよ。斜めガード。おお、いいね。ゲーム、おお、しょ。ああ、これは。うっそー、しまったー。これはロック蝶の羽を装備し忘れてこんなことになるとは。じゃあやり直しか。これさっきのところどんな感じだったっけ。うん、斜めガードなんてゲームボーイ版の頃にはなかったやろみたいなことドヤ顔で言いたかったのに、どうなんだろう、あったのかな。うん、さあこれをこうして、どうなんだこれ。やっぱこうか。お、あ、これはここ開けちゃえばいい感じかな。うん、お、さあ自由に行き来ができるようになったような、なかったようなみたいな。ここ開けることなくねみたいな感じか。うん、この場合はこれはこうしててもいいよね。よし、そこに小さな鍵使ったのはちょっともったいなかったかな。必要じゃなかったかも。お、よかった。お、あら、これはここから鉄球投げなきゃいけないということは、あれ、でもここここ右側にしか石が動かせないから、ここに鉄球入れることはできなくない？あ、ここにあらかじめ置いといて、右というか左からここに来て迎え入れてこう来る感じか。おー、なるほど。あれ？あ、ここだ。よし。よし、ここはサクッと。
先に進む、ん？じゃあ先に進めぬ柵の向こう、その手に持つもの投げ込むべし。お、うん、なるほど。敵を柵の向こうから投げろと、そういうことかな。お、爆弾手に入れた。でも初めて見たな。ドーンと行こう、ドーンと。へえ、あれ初めてじゃなかったっけ。どうだったかな。うん、つまりこの下の方からこっちの方に敵を投げることもできると、そういうことだね。うん、じゃあいっかな。さあ場所で言うと、まずここに鉄球置いといて迎えに来る。そして鉄球を持ったままここからこう来て、ここから投げ込むと、そういう感じか。うん、じゃあ結局鉄球のところまで戻らないとダメか。あ、あれか、帰り方こうか。あれか、帰れないだと。じゃあどうやって帰るんでしょう。あ、落ちるのか、そっかそっか。なるほどね。このダンジョンは繋がってるから、それを利用していくわけだ。よし。わあ、鉄球が取れない。そこに置くんじゃなかったな。これはここ渡れるか。渡れない。このカービィ君は、よし。あ、やっぱダメか。ビーム反射。お、何かあるんじゃないか、これ。何もないっていう。オッケー。うん、よし。さあこれを持ち上げて、あ、いたいたいた、あそこそこ。これをここに置いとけばいいわけだよね。うん、で、左からやってきてこう行くと、そっちの方がいいかな。一回、あー、回り込まないとダメか。結構遠回りだな。あれ、ここはこうだよね。よし。でここから入れてた。投げた意味。まあこの辺はご利用していきましょう。よっ、ちょっと、うっそー。これまっすぐ来て跳ね返るとか、これはかなりがっかりっていうか。そんな跳ね返る？まっすぐ行ってくれればよかったのに。わあ、全部水の泡か。きっつー。よし、さあ2度目の正直。これにぶつからないようにあえてちょっと左側からと。よーし、さあこれで左の部屋にと行ければいいのかな。よし、さあようやくドン。さあそして次はここに持ってきて上の方に投げなきゃいけないから、鉄球は一旦戻した方がいいのかな。うん、ここって渡せる柵だったっけ、こっちに。まあちょっと見に行こうかな。お、いけそう。よし、じゃあこれをこっちの方に投げ渡しておいて戻りましょう。この場合青はオフでいいよね。なるほど、小さな鍵を使っておかないとこうやっていけないってわけ。オッケー。あれ、ちょっと待って、ここで上の方に行けちゃうけど、あ、なるほど、2階の部分を崩すことによって3階にあるこの辺りが2階に落ちてくるみたいな、そういう感じかな。ちょっと覗いておこうか。ああ、そっか。じゃあ戻る。うん。一
応やっつけた方がいいわ。まあ何もないか。なんでこれ、変なやつがいた。ヘビか今のは。うん、なるほど。あれこれ攻撃してるとずっと止まらない。うん、よし。お、大丈夫かなこれ。お、あ、ビームってそれも反射できるんだ。へえ。あ、でもあんまり強くない。あ、ダメか。ビームでもダメか。まあしょうがない。うん、謎のブーメランの強さ。お、さてと、うん、意外と、おっと危ない。あれ今、壺、あれ壺って割れたっけ、気のせいか。いつの間にか壺が剣で割れるようになってる。すごいすごいけど、いけないっていう、しょうがない。うん、なるほど。やはり何か謎を解かないと先に進むことができないと考えていいのかな。一応上も見ておこう。お、うん、宝取りたいから。お、なんじゃお前。へえ、そこのおちびさん、俺様と勝負する気か。なんかちょっと強そうなスタル系だけど。よし、上等で野郎ども、畳んじまいな。ペッペッって。お、なに、なんじゃ。お、うん、でやっ、違う。一匹でも生き残っていればそれで十分だぜ。ペイ、いくらでも仲間を呼んでこれるしな。行くぜおちびさん。お、なるほど。お、迎え撃てばいいのかな。あ、なるほど、襲ってくる。あ、ちょっと襲ってくる順番ね。うん、よくもオル様の可愛い手下をやりやがったな。後で吠え面かくなよ、覚えてやがれ。ケッペケッペって骨なのにペットかいって言えるんかいな。うん、なるほど。さあ、怪しげな敵が出てきたけど、おっと、ちょ、ほい、妖精だらけじゃん。さあ、これは空気を読んで真ん中に。うん、とりあえず切り替えとくけど。お、ボス部屋の鍵。さ、今、あ、でも、ん？でも小さな鍵がなくなってるけど、ここが結局いけない状態なのかな。うん、そうだよね、赤がせり上がってるからいけないか。じゃあやっぱりなんとかするしかないか。さあ戻ってきまして、さあこれを使って柱をなんとか倒しきりましょう。ここからこうね。よし、このダンジョンをなんていうか、ちゃんと記憶してないと、どこにこうスイッチがあるとか、せり上がる床があるかとか、そういうのがわからないと。うん、まあその辺全然そういう、あ、ちょっと能力ないから、まあ地道にやっていくのが一番かな。考えてね、じっとしてると余計なんかがっかりするから。さあ、なんか普通に思ってるよりもすんなりといけるような頑張った。よし、さあこれをドカーンと。お、さあだるま落とし式に落ちてくる。周りのトゲがめっちゃ気になりますけど。よし、さあこれで鉄球くんのお役目は終わりかな。うん、さあ、あ、外周に落ちるためにはここ、あ、ここ穴があるね。ここから行くのか。そっか、あれでもん、ボスが3階に来た。あ、4階がなくなったわけか。そっか、うん。あとはおそらくここが鍵でしょ。でもここも気になるよな。
ここだ。ヒノックスさんに落とされかけたところに行くとみたいな感じか。ああ、なるほどな。ここにスポット落ちちゃえば、たとえヒノックスにやられても美味しい思いができると。そういう作りか。なるほど。さすが。さすが、ニンテンドー。じゃあ落ちるか。よし。じゃあ、ここから飛び降りちゃいましょう。よし。そうなると下の方に行きたくなるけど、こっち、気になるな。お、あら？うん、降りられるだけか。さあ、上の方へと行くと、宝箱がゲットできるはず。よし。OK、さあ、これで3階の左の方の扉が開かれるでしょう。で、こっちの方には、ヒノックスさんのとこまで行けば OK か。よし。よし、じゃあここから飛び降ります。よし。お、これも鍵？あれ？鍵じゃなくて秘密の貝殻だ。ダンジョンで見つかるの結構珍しいかも。うん。さあ、現在45個。うん。さあ、そして、これで、ここか。ここをなんとかして、こう来て、こう来て、ん？うん。これなんだろう？ルピーかな？うん。まあ、とりあえずじゃあ、行きましょう。あら？あれ？ここは？あ、落っこちてきて、地形が変わったのか。なるほど。おー。さあ、なぜかここにいっぱいクリボーがいっぱいいる。うん。そして、ボス、ん？あら？え、ボス部屋に入れちゃったら？こっちか。うん。お、なるほど。一応小さな鍵を使って、こういけなくもなさそうだけど、とりあえず開ける。で、入る。お、なるほど。結構なんか珍しいパターン。うん。あれ？じゃあそこの鍵は何なんだ？うん、まあいっか。おっと、これはまあほっといていいかな。これは、ああ、なるほど。これって鏡の盾ってやつを手に入れなくてもなんとかなるのかな。まあいいでしょ。ハイディアの盾で痛いとかそういうわがままな人もなんとかなるみたいな感じかな。よっ、さあ、中身は何でしょう。お、塗る薬か。結構なんかトレイシーさんの薬普通にありますね。よし。さあ、というわけで、じゃあここに行けばいいのかな。他に何か取り忘れ。うん、宝箱の中に秘密の貝殻があるパターンがあるから要注意か。最初の方のダンジョンで取れてない宝箱とかあったような気がするけど、そこもチェックするべきか。確かあった気がするけど、どうだったかな。おっとと、あれ、お、ん、どうやってこれ上に行くんだ。あ、そこからフックショットで。あご、あ、じゃ邪魔だよ。おっと、降りながら撃つとか器用だな。よし。さあ、ここ、うん、お、お、あれ、どういうこと？あ、おそらくボスを倒すとそこの扉が開いて楽器が手に入る的な感じかな。お、かっこいい。かっこいいけど、まさかの横視点。あ、 PV で見たことあるかも。あれ、なんか思ったのと違う敵が出てきた。お、ペペー、今度こそ容赦しねえぜ。ってか、その虫は何？四つに畳んで鼻噛んでやらーって行くぜ、ちっこいの。うん、江戸っ子系。あら、出てきた。あ、これ。わー、かわいそうなことになるよか。アルバトス。あ、なんだって、まさか、ちっこいの。おっと。
迎撃すればよろしいので。おっ、ちょっと待って待って、これ、おお、結構厳しい。いいぞ、でよーみたいな。あ、かっこいい。これしっかり防いで、おお、やるじゃん。やるわこの野郎。やべ、剣強い。お、負けたぜ。真っ白に燃え尽きちまった。もともと真っ白野郎がい。だがよ、おめえも消えるのさ。風の魚が起きちまえばな。おめえも俺様と同じ奴の夢だからな。まさかのそういう展開。俺は実は夢の中の住人だった。その展開、剥がれ自体は聞いたことあるけど、俺自身が実は夢の世界の住人だという、言われてみればそれをなんで疑わなかったんだろう。マジか。リンクが当然主人公だからよそからやってきた目覚めの使者だと思ってたけど、そういうパターンもある、マジで。うん、さあ、そんなことをなんか知らされても平気な面して。緊張感のない顔しながらハートの器を手に入れて、うん、さあ、あと3つでマックスかな。さあ、リンクは何を思うのか。そして、ちょ待って、落ちたらこれどうなってたわけ。うん、あ、こうなってまたこう戻ると、そういう感じなのかな。さあ、まさかの横視点ボスをなんとか撃破して、お、これは名前が思い出せない。ピアノでいいのかな、なんていうんだろう、こういうちっちゃいやつ。あ、オルガンか。ユウナギのオルガンを見つけた。名前がおしゃれ。ああいう感じで音を震わすみたいなやり方、オルガンでできるのかな。さあ、笛の音がお前を導く。これは山の西の方に行けっていうことなのだと思うけど、どうなるのかな。あれ、ノーフクロウ、どういうことだ。うん、あれ、ちょっとコッコさん、まさかの。しれっといなくなる、どういうことだ。俺は結構悲しいっていうか、待ちくたびれちゃったのかな。さっきまでいてくれたのに。うん、さ、というわけでなんとか大鷲の塔を攻略することができたけど、さ、これからどうするか。まあ、とりあえずウルリラじいさんに話聞くのがいいのかな。ここからいかにも降りてくださいって感じだけど、降りちゃってもしょうがないしな。しかしコッコさんがいなくなったのが結構寂しいっていうか。うん、とりあえず、さて、じゃあどこに行こう。鏡の盾をゲットしたけど、それで何かできるとこあったっけ。覚えてないな。ビーム反射されるようなところ。うん、じゃあとりあえずメーベの村近くに戻りましょう。はい、さあ、メーベの村へと戻ってきたけど、マリンちゃんはおらず、うん、ターリンさんは一応チェックしておこうかな。うん、さあ、ちょっと寂しい村だけど、じゃあ入りましょう。さあ、ウルリラじいさん、あんたは何を知ってるんだい。ウルリラじゃー、亀岩の頭が邪魔かの。え、亀岩、命を吹き込めば動くかもしれんぞ。いや、ほんとほんと、うん、うん、役に立ったかな。なるほど、ソウルの歌は結構重要な技ってことかな。うん、なるほど。ということは、亀岩の頭、あ、これ、あ、これをソウルフルなメロディーで起こしてみたいな感じかな。あとは、うん、この辺り行けなかったんだっけ。うん、ここから先が行けなくて、下に降りて
みたいな感じだったかな。穴があって、どうだったっけ、やべえ忘れちゃった。でもまあ行けるようになってるんでしょう、うん多分。うん、さあ今回のダンジョン結構大変だったけど、なんていうのかな、あのパネルというかクリスタルパネルの場所を覚えてないとなかなか大変っていう、まあそんな感じでかなり記憶力に自信のない俺にとってはかなり辛いダンジョンでしたが、じゃあとりあえずヘイホー置いちゃいましょう。ヘイホーのフィギュアだ。目の奥は真っ暗で何も見えない。わー怖えー。なるほど、穴があるわけではなくて、うーん怖いね。なんていうかヘイホーってなんかすごく闇を抱えてるキャラ、つうか俺たちすごく兄弟っぽくない？色似てるっていうか、ヘイホーも結構いろんな色があるんですよね。うん、さあというわけでパパールさん、うん、話はもう進まないかな。あれは散歩だっけ？うん。あ、じゃあクレーン屋さん行きましょう。さあてんやわんやとなんとか頑張ってダンジョンはクリアできたけど、おそらくね大体の部分がカットされてるんじゃないかなと思うんだけど。おい、まさかのあれは取れなくね。やるけど、はい頑張ります。あ、これ完全に行き過ぎた。いやむしろ行き過ぎた方が、いや逆に彼が噛んでくれる可能性があるかもみたいな、ないかな。うん、さあこれは動き始めたらよっ、あ、これ、そういうこと？あー、そっか。いけるんかい。なんか、一瞬、そう。そうはならんやろ、逆に。これ、手強くない？まさかの。どこ取ればいいんだ、これ。さっきのところなのか？頭か。うん、一瞬いけるかなと思ったけど。そうでもなくてびっくりしたけど、あら、あー今のルピーに邪魔された感じかな。うん、つまりクレーンが降り始める時に頭の部分をつかめないとダメみたいな、そういう仕掛けなのかな。植木鉢のところのとプランターの部分を掴んじゃえばいいっていう可能性もなく、あ、下までちゃんと行けたぞ。うん、紫ルピーのせいだったかも。あー、なるほど、いいぞ、強引だな。ちょっと、いや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 、うっそ、あらら、引っかかっちまったみたいだ。取ってくるから待っててくんな、まさかの。え、これはみんなこうなるの、普通にそういう仕掛けなの。お、あ、あれ、あ、やめる。うん、あーやったー、ショップ店員さん優しい。すげえ怖えこれ。さあパックンフラワーのフィギュアを取った。土管から出てくるあいつだ。うん、でもパックンフラワーって最近なんか人気出てきてますよね。なんかマリオカートのキャラにもなってるしみたいな。あれ、アイテムかな。あ、そっかそっか、アイテムか。で、あとはスマブラにも出てるしね。かなりすごい、すごい出世というか人気者っていうか。ハートがめっちゃ傾いてるけど、まあいいか。よし、じゃあとりあえずパックンのフィギュアを置いて終わりにしましょう。確かここかな。よし、はい、パックンフラワー完全に観葉植物はどうなのかっていう。フィギュアだからいいけどね。さあパックンフラワーのフィギュアだ。今まで何人パクパクされたんだろう。まあ確かに俺もね相当パクパクされてますからね。これは何人っていうか、マリオさんってやっぱりあれなんだ、一つ一つ別人扱いだと。残機っていうか残り人数でやってるからね。うん、なるほど。さあいろんななんか闇が垣間見えるゲームだけど、まあいいでしょう。さあというわけで、盾がちょっとハイアン盾じゃなくなってかなりシンプルな形状になってしまいましたけど、お、あ、なんだって、草刈りできないじゃん。うっそ、ガーン、剣ビームって草刈りできるじゃないの。それはブレスオブザワイルドやってる俺のなんていうか感覚だからか。まあしょうがないか。うん、さあというわけで、今回は大鷲の塔を攻略して、そして
なんか風の魚を目覚めさせるとリンクそのものも泡と消えるみたいな、そんなことを魔物が言い出したけど、あ、ごめんごめんごめん、今の流れ玉、うん、かなり衝撃的な話が飛び出たけど、それが嘘かまことかわからんけど、リンクはどうするんです？結構とぼけた感じだけど、自分がどうなるかとか考えてるのか考えてないのか、その辺はプレイヤーに委ねられてるのか、うん、さあ気になるところですけど、次回以降はタマランチ山の西の方へと進んでいくわけか、うん、何か鏡の盾でできそうなことはないかな、うん、ちょっと覚えがないかも。何か知ってる方がおられたらその辺ちょっと教えてくださいって感じかな。あ、最近釣りやってないな。釣りとかパネルダンジョンもやりながら秘密の貝殻探していきましょうって感じか。よし、じゃあ今回はこの辺で一旦区切っておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いします。